阪神、ソフトバンクの戦力外選手を獲得へ。球団発表、以下の7選手と来季の契約を結ばない旨を通告したと発表しました。いらん。佐藤直樹外野手って阪神戦でホームラン打ってなかったっけ？ソフバン森って再契約といっても数千万ぐらいじゃさすがに収まらないよね。どこもオファーないならそれで行くしかないやろ。そこまで値下げも覚悟なら普通にパリーグのどっかに行きそう。佐藤直樹ってドラ1やろ。3年でクビか。もともとドラ1か、と言われてた。さらには2軍で活躍せず、審判に暴言吐いて退場したりしてるから。官力外通告で激震、コスト削減で動けるソフトバンクは韓国20勝チスケットも中止、韓国メディアが現地で視察と報道、阪神の名前がないから安心したわ、もう韓国で無双してる外人は取るなよ。韓国20勝ってもうあかんやろ。アルカンタラでよくわかったやん。でも韓国でそこまでやったケリーも MLB で活躍してるし、韓国外れは安直すぎるな。日本では通用しないんじゃない？ロハスとかな。